その当時関八州といわれた関東一円の土地は大名所有の領地が極めて少なく、徳川幕府直轄の天領と旗本所有の地業所が複雑に入り組み、ために頻発する各種事件の解決は困難を極めた。幕府はこれらの解決のため関八州取締出役を組織し、その総元締めに勘定奉行を任命した。勘定奉行には幕府の財政を担当する勝手方と天領及び旗本地業所の司法行政を担当する公事方との2種類に分かれ、公事方は道中奉行も兼務していた。この物語はそうした関八州取締出役とその総元締めである公事方勘定奉行の活躍を描くものである。